なんと350円でした。めちゃめちゃ良くないですかこれ。こちらが1400円かな、で合計1700円ぐらい。そのアウトドア事業部がキャプテンスタッグですからね、キャンパーの人ならね、もうよく知ってるブランドではないかと思います。はい、皆さんこんにちは、サルです。2月からね、いろんなものが値上がりするということで、なんかね、キャンプ用品については、平均が400円ですか。なんかそんなね、情報もちらっと見たりしました。非常にね、厳しい価格になってくるわけですね。まあ、そんな中ね、いかにね、コスパのいいものを見つけるかっていうことがね、キャンパーの皆さんにもね、求められているのかなと。まあそんなことないかもしれませんけどね、割とね、収入は、自分の好きに使える場合とかはね、大した問題じゃないんでしょうけどね、まあ値上げといっても平均数百円ということですからね。ただ、収入がね、全て自分が好きに使えるわけではないような場合、こう上手な買い物っていうことがね、必要なのかなと思ったりもします。ちょっといいなと思うね、フライパンがあったんですけど、1万5000円かな。ちょっとね、それはね、私の中では価値観に折り合わないなと思ってて、もう少しね、安く手に入るものがないかなと思って探してたらありました。で、ポチってみました。それがね、今日届いたこちらになります。はい、ということでこちらの商品になりますね。パール金属株式会社、製品サイズは、約ですが、全長が 340×、 幅が 215×、 高さが 110mm、 表面加工はシリコン樹脂塗装、材料の処理が鉄、寸法が 20cm という風になってます。商品名が鉄職人極深炒め鍋 20cm パール金属株式会社。パール金属といえばね、いわゆるここのアウトドア事業部がね、キャプテンスタッグですね。なので、まあ、アウトドア用品についてもね、たくさんのこう実績をね、持っている会社ということで、炒め物はもちろん、揚げ物にも便利な極深タイプ、メイドイン燕三条、鉄職人極深炒め鍋、炒め物はもちろん、揚げ物にも便利な極深タイプ、20cm、いいですね、全ての熱源に対応と。このあたりのね、セリフがね、キャプテンスタッグらしいね、パール金属らしいね。はい、でそれの蓋もね、こんな感じでありました。はい、蓋です。蓋をプラスしてさらに時短&エコ調理、グリルパン20センチ用蓋ですね。はい、製品サイズが約ですが、全長 275×、 幅 215×、 高さが20、表面加工シリコン樹脂塗装、材料処理は本体取ってとも鉄であると。商品名ラクッキンググリルパン20センチ用蓋、はい、パール金属株式会社なので、こちらもね、ジャンコードも出てます。素晴らしくないですかこれ。340円、これは素晴らしいですよね。なんかね、調べたところ、これでなんか炒め物はしないでくださいっていうことらしいですけど、まあがっつりは無理でもね、多少温めるぐらいは普通に鉄だったら間違いなくできそうだなと思いますし、まあ自己責任にはなりますけどね。あと取り皿としてね、これ使えるのがいいなと思ってます。いいですね、真っ黒ですね。リベットもね、しっかりしてるし、とってもね、とってっていうか、ここの部分ね、四角いね、ものを曲げて作ってますが、結構頑丈です。曲がったしそうにないね、強度を確保してる感じがあります。でこっちも開けましょう。いいサイズ感ですね、20センチ。ここがね、18センチから20センチで、深さがね、まあ、10センチ前後、それで大きくないやつが欲しかったんですよね。
鉄製の持ち手になって穴が上下にある感じ、ね、はい、いいですね、木を突っ込んだりしますよね、おそらくね、ここがね28mm、まあ約ですけど27mm ぐらい、まあちょっと内側にね溶接のなんていうの、そのビード、持ってますからね、溶けた鉄をね、まあ、そういう意味ではね25ぐらいがいいかな、25ぐらいで入れればぴったり入るし、ここの長さが、まあ、今のところ、まあ、10センチ弱、そうだね、ベストは多分ね20から25センチぐらい、ここはね直径が25ミリの、丸い棒、まあ明らかにこれは25はないですね、ちょっと細い20ぐらいしかないですけどね、長さはね50センチぐらいあるかな、結構長い、でこういうやつをここにね入れて、こういう風にすればね、まあ焚き火でね遠くから触る時でも熱くないと、まあ、あと手袋してなくてもね、ここ持たなくていいと、まあ、ただその場合こうなんかね止めるものをね打たないとね、ね蓋はねだいたいいい感じです、ね厳密に言うとここに当たっちゃうんですね、という感じで見るとこの端がねちょっとねこのへこみのとこがねはまってはないです、はめようと思えばどっかこう切り欠かないとね、こう鍋の一部分を切り欠いてやればここにパチッてはまりそうではあります、ね、今こっちをはめてやるとこっちが浮いてますもんね、ちょっと見えにくいと思うんですけど ね、その辺はね DIY の楽しさですよ使いながらね自分がいいものに仕上げていくというね、まあそんなことをそのうちすると思いますよ、多分。いいな2つセットで1700円ちょっとですよね、えこんなのがね、こういう買い物をねして楽しめれば、まあ少々の値上げぐらいならね対応できるかなと思います。せっかくねこうフライパン鉄パンなんでね、ガシガシね強い焚き火でね料理したいなというふうに思っております。ということでね、まずは開封でした。この持つところはねどうしても鉄むき出しでね熱いのでね、まあ火傷しないように革手袋とかシリコン手袋とかね使わないといけないんですけど、まあ例えば一工夫して、キャンドゥで売ってるようなねこれメスティンハンドルカバー結構大きいので、こういうんだったらね多分普通に入ると思います。ほぼぴったりですね、これ。わ、すごい、あつらえたみたいにぴったりですねこれね多分ここをカットしてで水で濡らして入れればここまでぴったり入ってで穴もね開いたので木とかも差し込めるし、でも、濡らしたのが乾いたらね縮んで抜けなくなると思います。まあ燃えたらねあれなんで自己責任ですけどね、こんなんすごいですね。こちらなんかもね、例えばこれシェラカップハンドルカバーかな、セリアとかのぴったりこうですね、もうぴったりなので、まあこういうシンプルな商品っていうのはねこういうカスタマイズがね自由なので、本当にねこう自分流に仕上げていくことができるので本当ね楽しいなと思います、まあ、全部合わせてもこれ今2000円いきませんからね、素晴らしいですね、パール金属さん。はい、ということで、使い方をねこれからどんどん挑戦していきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。料理編もねまたやってみますので、よかったら高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。